パイクリートの塊。中央の穴は銃弾の跡。パイクリートは86%の水と14%のパルプを原材料として作成される。パイクリートとは氷山空母を作るための候補材料としてジェフリー・パイクが考案した複合材料である。重量比14%の木材のパルプと86%の水を混ぜ合わせて凍らせた複合材料。 巨大空母を作るための候補材料として、ジェフリー・パイクによって考案された。通常の氷と比べ、熱伝導率の低さによる低融解性、パルプを混ぜたことによる高強度、高人性などの特性を持つ。パイクリートと氷にライフルの銃弾を打ち込んだところ、パイクリートは破壊されず、表面にクレーターを作り銃弾は食い込んで止まったのに対して、氷は破壊された。 との試験結果がある。アメリカの TV 番組ミスバスターズの番組企画において氷でボートを製作する実験検証が行われたが事前の模型実験においてパイクリートは通常の氷と比較して圧倒的な不透ル性と耐久性を発揮したもののパルプの代わりに新聞紙を使用した改良型パイクリートの方が耐久性が高かったため実際のボートは 新聞紙を含んだ氷で制作され、船外機による動力で湾内の航海を行った。ありがとうございます。